ございます。はい、オフィス行きたいと思います。お疲れ様でした。マキーニです。いやでもすごかったです。いやありがとうございます。自分史上最高は更新できたんでよかったなと思います。素晴らしい。やばい、俺のカードキーが反応しません。こんにちは。こんにちは。おはようございます。お願いします。なんて書いてあるんですか。確かに。神谷町が憑依しました。僕は。おっす。はい。で、さす横でも一本取るですよね。さよなら。じゃあね。ラム肉を送ります。お願いします。お願いします。ジャックの回し、お願いします。はい。はい、お願いします。今日は、なぎらとですね、キャンプに行くので準備をしたいと思います。おはようさん。そっちから来るんだ。ではこれからレッツゴーなぎらとキャンプに行きます。日本の夜明けは近いぜ。レッツゴー、ゴー。大輝さん、これどこ向かってんですか、今日。今日はですね、はい、西湖に行きます。西湖、西の湖と書いて。あ、そっちっすね。なんかやばい西湖野郎だと思います。やばいとこに行って
ってるのサイコ野郎が。いやいやいや、サイコって聞いたら普通そう思いますね。これが好評だったらちょっとシリーズ化していこうと思いますんで、村岡キャンプ、皆さん面白いなって思ったら、はい、グッドボタンを2回押してください。皆さん2回押しちゃダメだからね。1回だけにしてください。奇数にしてください。3回か5回とかにしてください。ですね。じゃあ向かいましょうか。いいよ。いいよ。移動中みたいな感じですね、これね。まあなんか音楽流すと。はいはい。ドン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 。うお、これはこれが最高。来たんじゃないですか、これだいぶ。うわ、え？おー、 え完璧じゃないですか。やばい、これが本日の目的地ですか。これが最後です。これはいいわ、これはいいわ。うーわ、すごい。うわー、ホワンキャンプ場です。到着いたしました。世界遺産最後。世界遺産なんですね。一旦チェックインしましょう。あ、これがバンガロー。よし、着きましたよ。はい、到着しました。ここが最古ご飯キャンプ場です。大丈夫ですか。もう世界遺産だったんですね。俺も初めて知った、それは。見てください。僕らに貸し切りです。貸し切りですね。いや、これマジ貸し切りじゃない。これ来たな、これちょっとチェックインして、しし、準備しに行きましょうか。これ来たぞ。よっしゃ。かなり綺麗ですね。これはいいっすわ、もうすでに。僕ら以外、一応ですね、車中泊もできたんですけど、たけしと二人で来たんで、バンガローを借りました。はい、こちら C の6。もしかして開いてた？はい、行きましょう。オープン。これバンガローって言っていいの？小屋。こんなサイズ感です。ああ、まあ3畳4畳半ぐらいあるんですか。4人ぐらいは寝れますよ。確かに普通に。全然、うん。なぜか、ってか待って、クーラーなくない？これ寝れるか？よし、ではキャンプ場に向かいましょう。まずは昼ご飯を作っています。全然映えてないし、大丈夫ですか。これ嘘みたいに。ミートスティックが2本。あ、でもちょっと、姉さん、これちなみにランチのテーマは何ですか。オスだ。オス、余計なオスを入れない。オスってそんな何にでも代名詞として使えるんですね。日本人はやっぱそれとか、はい、これっていうので意思疎通ができる。ああ、確かに。唯一の文化。はい。だからこの時のオスとこの時のオスで意思疎通できていて、それがあなたに理解できたなら、はい、それもオスってこと。むず。おっと、どうしました、これは。こいつがね、はい、岩谷の人形がね、
さあトラブル発生です。コンロがうまく機能しません。綺麗。こういうカット入れるわけね。パンから焼くんですか。肉じゃなくて。あれソーセージだからもう脳死してるじゃないですか。あと2個食えるよ、ちょうど。うまっ。もう2個食える、このソーセージ。うおっ。これ食ったらもう腹いっぱいっすよ。これ食ったら。Mustard. Oh my God. Extreme ketchup.自動販売機が一番いいですからね。なかなかもう現存してないですからね。うん。やべ。十万円だけど。しみる。はい。お風呂入ったんで今から戻ります。うま。置いてある道具使って。ちょうどいいな。一本取ってからちょうどいいですね。7時。はい、もう完璧です。これはい、もう完璧です。こいつの火が、うん、それ本当は炭つかむやつだけどね。ワイルドキッチンなんで。うんうん、よし、それで、よし、で、肉を。この半分だけ切りますか。うん。もういけると思う。OK。いい赤さじゃないですか、うん、でも。余裕。やばい。めっちゃうまい。うまっ。これはすごいね。ニンニクうまっ。うまっ。うまっ。ニンニクやっぱやばいっすね。よし。うわこれいいっす、いいっす。すっごいっすよ。おお。ただの
きましょう。雑魚ね。いや一応引くけど、はい、枕とか掛け布団はないです。ございます。起きてください。寒い。うわーすげえ。画角に入んないでください。火起こすぞー。苦戦してる。後ろにあのコーヒーあるからさ。いや。これはもうパーフェクトステーションです。手すり抜いて、手すり。キャンプを終えて今から朝銭湯に行きます。いや全然。俺はいいけど。痩せるって言った直後にアイスを買っていました。談合坂サービスエリアに着きました。さよなら。ありがとうございました。俺たちの関係にさよならはいらない。また会おう。膝ざチャンネル名なんて言うんですか。新太郎。新太郎だけ。新太郎でやってるんだよ。あ、そうなの。あ、もうそっちで。あ、もうそんだけなんだ。はい。明日。じゃあ。ごちそうさまでした。ビッグになってくださいね。明日早く行きます。またお願いします。どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では、お質問したいと思います。
ありがとうございます。ファイルに入れると機体が超えるんですか。はい。もし、もう濡れないかもしれないんでね。うん。レイさん、なんか僕に気づくことないですか。デニムがちょっと太くなった。もっと分かりやすいやつあります。そういうイメージ。髪の毛がバレリアージュになった。はい。あ、髪の毛を明るくしました。あ、はい、どうですか皆さん。あるから、じゃあ何が足りないのかっていうギャップからパワーもらって、新しいアイデアとか前提を変えるこう会議をしてたじゃないですか。だって BGM 何回も受けたら変わるんですか。ここが苦手なんですか。ここさっき。パワーカード。じゃあ。また使わない素材をルーティン動画として撮っていっちゃう。待ってるください。え、一人でやってます。ああ、動いてってる。何をやってんですか。マジで。いや、だ一攫千金のチャンスや。35とか。じゃあやってよ。え、じゃあ何？いや、まマジで10万でいいっすよ。じゃあ10万。緊張してくる。え、待って待って。もう、あ、分かった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 。あざした。あざした。よっしゃ。よっしゃ。お疲れ様です。もう撮ってる。おざーす。こっちに向かいたサバヤカズ。ういっす。見て、撮らないよ。こういうことだ。確かに、わかった。わかった、わかった。さよなら。はい、ジーンライフさんのこのハプロ 3.0 っていうのでですね、ちょっと自分の遺伝子がのルーツを見てみたいと思います。こういうこれに唾液を入れて送ると1ヶ月ぐらいで分かるみたいです。おはようございます。ではオフィスに向かいたいと思います。ザース。はい、すみません。ザース。あ、勝ってる。あ、ザース。この仕事だけはマジすごいな。いや、高所恐怖症とかじゃなく、芝生みたいなところあるじゃないですか。はいはいはい。あそこに入ってから自信を持ち始めたというか、うん、おお、皇居周りに来ました。撮影終わりました。あれ、これケンタロウより肉多い気がする。今年じゃ誰の肉と僕肉。あ、肉、はい、うん、肉がコーチに向かってるぐらい。うーん、さあ、よっしゃー。もう全然服見せなかった。めっちゃいい。よっしゃー。よっしゃー。うざーす。おざーす。うーす。連絡します。連絡来ないから。うざーす。ゆっくりから皆さん。
男子が撮ったテーブルのミートマーケットすごいな、行くやん、これだけ。お